こんにちは、しげしげです。ゼウスプラス297降臨にティファ州民で行ってみたいと思います。まあ、火力もねチェックしていきましょう。はい、最大倍率なんですけども、光を10個つなげてかつ、光2コンボすると 87.50 倍出ます。まあ、いろんな倍率が出せるのでね、火力調整もできるということで非常に、まあ、強いんじゃないかなと思います。はい、とりあえず両脇を倒します。で、盤面があんまり良くないので攻撃が受けれるので、まずは盤面調整していきましょう。で、継承ですがティファに、覚醒アポロンのスキルをつけております。で、スーパーマンに遅延対策用のスキル、適当なものを継承しております。シェザルかな、花子がついております。はい、光がいっぱい降ってきたので、まあ1列でね突破していきましょう。はい、1列でもね20倍ということで、はい、60万ぐらいですねの火力が出ております。はい、で、ここで遅延を食らってしまうんですけども、スーパーマンに継承していたことでスキルが使えるので真ん中を抜いてあげます。で、ここで倍率を出していきます。水ドロップは気持ち残しておきたいですね。はい、まあこんなもんで大丈夫でしょう。はい、700万ぐらいでしたね今。で、ここで孫悟空を使って組んでいきます。ちょっと下で組みましょう。はい、75倍ですね。まだ最大ではないんですけども、まあイルムが480万ぐらい。はい、で、ここでティファにつけていた覚醒アポロンのスキルがたまりましたので、こいつを使ってまあ、最大出していきましょう。まあ、10個つなげて4個消しを入れて、落ち込む乗りましたね。これでいくつ出るかな、イルムかスーパーマンですね。イルムが1200万でしたね。はい、で、ボスバトルですね。ロックが来ますのでドロリフをしてあげて、で、イルムからの襲名で体力炎波がかかります。で、このパーティーの体力タイプがティファと孫悟空とスーパーマンかな。なので今度はスーパーマンの火力に注目してみましょう。10個つなげて、あとレッツと4個消しいけるかな。はい、こんなもんでいいでしょう。で、その時の火力、スーパーマンが1900万ということで非常に強いので、ティファ当てた方はぜひ使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。